はい、今回なんですけど、皆さんご存知だと思うんですけど、僕、デュエルマスターズのネットショップ運営してるんですよ。で、その活動の一環として、やっぱ相場とかって結構調べたりするんですね。で、それでですね、ちょっと最近かなり値段上がってるカードがいくつかあるので、今回はそれを解説していきたいと思います。というわけで、まず一つ目、ポクチンジンですね。今、1900円ぐらいになります。一時期1300ぐらいまで値段落ちてたんですけど、最近値段が V 字回復しております。これ高騰の理由なんですけど、まあ、玄関強トップのマンハッタンジョーカーズにまず3、4投されるんですね、このカード。でですね、まあ、このポクチンジンが入っているパックが324円のデュエマクエストパックということで、通常のパックに比べてやっぱ高いんですよ。で、それに加えてですね、しかも封入率も低いと。ということで、まあ、そういう相乗効果もあって値段が上昇しました。で、今後の値段予想なんですけど、しばらくジョーカーズの派遣が続くと予想されるので、まあ、作る人も増えていくかなとは思うんですけど、多分ですね、供給量も追いついてくると思うので、しばらくは横ばいかなと思います。多分そんなに値段上がらないんじゃないかなっていうのは個人的な予想。で、次こちら、チェンジ座ですね。今だいたい1800円ぐらいします。これ高騰理由なんですけど、最近ですね、新デッキということで、チェンジ座探偵が環境に食い込んできたことで、チェンジ座の評価が上がりました。で、さらにですね、2ブロック構築戦でもクラッシュヘッドとチェンジ座を組み込ませたデッキが上位入賞して、その価格が急騰しております。で、それで今後の値段予想なんですけど、最近まあ、ドロマーからのチェンジ座探偵も新たに開発されたということで、需要はさらに上がるんじゃないかなと予想されております。ということで、2100から2300円ぐらいまでは上がるかなと思ってます。で、それでそのチェンジ座の高騰に伴って同時に値段上がってるのがこちらクラッシュヘッドですね。今900円ぐらいします。シークレットで900円かな。ノーマルだと多分700円ぐらいだったはずです。まあこれの高騰理由はさっき言った通りですね。チェンジ座と、クラッシュヘッド組み合わせたデッキが環境を取ってきたので、まあこのカードの値段が上がったって感じですね。ただですね、このクラッシュヘッド通常環境で使えるスペックではないので、まああと値上がりしても100円200円かなと正直思ってます。で、次に紹介するのはこちら、ミクセルですね。今の価格でだいたい300円、ノーマルで300円します。で、これの理由はまあ単純に強い。まあ、クリーチャー面はジョラゴンとかバスター、デスダグに強くて、呪文面はチェンジザダンテとかブライズシュートに強いと。まあそんなもん全部に刺さるんだったら値段上がるよねっていう話ですね。で、それでこれの今後の値段予想なんですけど、まあこいつプロモ配布が多いので多分これ以上値段上がることはないんかなと思います。ということで、まあしばらく横ばいだなとは思ってます。で、次、キング・ザ・スロットンですね。これなんと今通常で1400円します。シークレットだと1500円ぐらいですね。これの高騰理由は、まあ、ポクチンチンとほぼ一緒ですね。まあ、ジョラゴン型のジョーカーズに入るので、値段が上がっております。で、こいつの今後の値段予想なんですけど、まあ、通常価格に対してシークレットの相場が安いということで、シークレットの方の値段が上がるかなと、個人的には予想しております。最後に紹介するのはこちら、ウィズですね。これメルカリでいろいろ参考価格調べたんですけど、まあ、大体買われてるので、ちょっと参考価格がわかりませんでした。1000円は多分超えてます。で、これの高騰理由なんですけど、単純にドロマーチェンジザ探偵が最近 CS 環境に出始めて明確な役割ができたからですね。で、今後の値段予想なんですけど、次の段で出るガシュラバットっていうカードとの相性がかなりいいので、期待値は結構高いです。まあ、もしね、このデッキが環境に入ることなんてことがあれば、まあ、1500円オーバーとかも十分考えられるかなと正直思ってます。というわけで以上、高騰してるカード紹介でした。では。で、最後にですね、ちょっと僕最近デネブログからインタビューを受けまして、その時のね、ページを概要欄の方に貼っておきますので、まあ、興味ある方はぜひ見てください。まあ、ただ結構ぶっちゃけてるので、最悪見なくてもいいです。では。